前回までのあらすじ、1ブロック掘ると新しいブロックが出てくる。寝れた。どこまで進んだんだっけ結構忘れてるよ。あーそうだ、ベッドだ、ベッド。なんでここにベッドがあるんだベッド最後俺がこいたんだっけ。ベッドはここみたいな。あ、そうだ、そう、とりあえず掘るか。そうだね、ひとまず掘る係は必要だと思う。今あれで海の世界だよね、確か。そう、食べ物がないんだよね。食べ物、食べ物言われてみれば。てかさ、作物、そっか、ここ作物作ってよ、あれ。いや、ペント先輩は畑仕事得意だよね。我畑仕事得意よそんな事例、そんな事例あったっけちょいちょいあの畑チャレンジしてるから、ね。まあ、マインクラフトで一番簡単な畑仕事と花を植える仕事誇りを持ってやってます、私は。あの、ちょっとそのクワと種をうまく使って、はい、まあ、あと骨粉だね、はい、頑張ってください。わかりました。これでもさ、これ1個壊したら無限水源崩壊する。崩壊します。やばい。ちょっと上に上げ、縦に積んでいく感じにしよっか。縦に積んでいく、あ、要はそのもっと段差を上げていく感じに。なるほどね。だんだん畑よ。だんだん畑ね。だんだん畑はこうやって生まれただんだん畑の始まりである。やばい、また救えない命。救えない、こっちだ。あー魚となる。イルカなぜか知らないけど生だらになるなんでだよ死ぬとタラになるっていう突然変異を起こすよし、骨粉使うぞ。せいや、とりあえず小麦畑ちょっと作りたいね。ちょっと待って、ちょっと待って、今骨粉無駄にしなかったから。いやいやいや、してないしてないしてない。今どこに骨粉バレたあの、ここに種を植えて、はい、ここに骨粉使ったんですよ。お願いします。そしたらこうなるじゃないですか、はい、これ刈り取ったんですよ。これ刈り取った意味ないよ。いや、一発で全成長かと思った。いや違う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 、どう見てもさ小麦になってないでしょ。いや、なんか人参からとか思ってあの、どこが畑のペントなんですか。あ、じゃあペントさん、はい、このムッシュルームからね、ご飯をね大量に摂取できる方法を教えてあげよう。ムッシュルームからご飯を、はい、はい、そんなことができるの。できるよ。お椀だよ、あのお椀。あ、来たか、お椀。はい、じゃあペントにも支給します、ボール。ありがとうございます。2つあげるよ。これを、これをムッシュルームに向かって右クリック。ムッシュルームってどれだっけ。待って、新しいの、待って、こいつ新しいやつ。見て、どうした。エンドパール。おー、やったやった、やった。これはなんかエンドに近づくかもしれない。ちょっと一旦中入れとこうか。デイ、え、わかる、これ。あ、キノコシチュー。ほら、そうなんだ。え、これ無限、無限無限無限、こいつから絞り取れるよ、無限に。あ、そうなんだ。だからペントの畑はもういらない。いや僕の存在価値ってまあ畑もね、あの、動物用に欲しいけどね。なるほど、じゃあ我木材増やす係やろう。あ、苗木あったっけ。多くの苗木しかないからな、ダメだな、これじゃできない。あ、じゃあ白樺を伐採し続けてどんどん増やしていく作戦。そう、でもそれ万が一苗木が出なかったらと思うと震えが止まらないんですよ、あれ。1個ぐらいやるしかない。1個ぐらい出るだろう。ないんですよ、しょうがない。来た、一発で引いた完璧。よし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 一発一振りで引きました。さすが、来た来た来た。村人一人欲しいねこの世界。村人出てくるのが上から突然出てくるんじゃないのハーンつって。それはやばい。それかペントから突然村人がハーンつって。どういうことだよ。お、岩盤です。岩盤、新しいやつだ。あ、来た、来るぞ。アップグレーディング、構えろ。次、じゃあ予想しよう。はい、僕は沼地、砂漠。いや、砂漠かぶった雪山。雪山さっきやった。あなんだろうめっちゃ戦ってただろ、雪系と。あ、それ忘れてたわ。メサ、メサ、メサね。あ、メサね。メサ覚えたんだ。いや、やっと覚えたよ、メサあんだけ言われたわ結構言ってるからな、モッドクラフトで。成長したね。来ましたよ、ジャングルだ。ジャングル、何、ジャングルダンジョンですね。ジャングルでなんか嬉しい素材なんかあったっけ。しばらく見、ジャングルの木材があるはずだ。木材、それはいいとして、ジャングルの木材は太いから。来た来た来た来ました、ジャングルの木材来ましたよ。ジャングルの木材もらってもな、金が出るんだ。なんか石ばっかりじゃない外れ回かもしれんこれマジで石ばっかりだ。え、ほぼ石じゃんこれ本当に。あ、あ、ダイヤ来た。ダイヤは
ダイヤ、ダイヤ、やば、ダイヤ3個です。でなんかちょっと会計シーンで出てきたんだけど結構ブレ、あ、鳥どうする、どうする、ペンタは鳥担当だよ。まずい、確か、え、こいつは懐くよ、懐くの、どうすんだ、どうすんだ、これ待って、オウムってどうやったら懐くか覚えてない。まずい、飛んでっちゃう、飛んでっちゃう、飛んでっちゃう、種じゃない、種、いや、種貴重だぞ、今、うちらにとって。確かに、こいつにあげるか、団長の思いであげよう、1個。オッケー1個で懐くのか、わかんない、それ人参、あ、人参だ、おい、植えたやつ、捨てんね、あー、おー、やばい、やばい、どうした、なんか出た、やばい、なんか来た、やばい、なんだこいつは、これ森の洋館からやってきました。あいつか、あのうさんくさいやつか、ぶっ殺せ。園長、園長、園長し許さねえぞお前、うん、ちょっと待って、ベックスが強い、どこだ、やばい、うわ、強いぞこいつ、強くないですか、強い強い強い、一撃を加える、ほらほら、よし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 、オウム仲間にしなよ。あ、そう、オウム忘れてた。お、チーター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 、また新しいキャラ、新しいキャラ出るとすぐペンタそっち行っちゃうから、確かにあれね、向かってっちゃうんだよね。3歳児じゃないか恥ずかしい待て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 、ペンタが着実に種を取ってる、これ3個目だぞ俺鳥さん大丈夫か、鳥さん大丈夫か、大丈夫大丈夫、だってシチューがあるもん僕らには。いや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 、この世界から絶滅するんだよ種が種4つあげたけどダメです、やばいぞ、あいつ大ぐらいだな、こいつ強欲な鳥ですそれかさ、はい、この時代コンポスター作れるかな、コンポスター、あコンポスターコンポスターこの企画さ、君のマイクラ知識不足が露呈するね。いや完全に露呈するなんかさ、モブ自動捕獲機作りたいよな、頼む、レッドストーンの犬たぬき、モブ自動捕獲機、うん、なんだいそれは、こうなんか上からモブ来るじゃん、うん、上からモブ来た瞬間にトロッコに乗ってジューッつって次の場所行くみたいな、なるほどなるほどちょっと憧れるよね、ちょっと憧れる、トロッコのために鉄を大量に使います、お願いします、やっちゃっていいのかいそんなこと、いけるっしょ、そんなことのために鉄を、マジかちょっと怖いねよっしょ、やばい、終わった、勝ち食いになった、終わったか、ちょっと待って、ペンズさん、はい、助けて、どうした、あ、君が終わったのね、勝ち食いになった、お前はそのまま一生そこにいろちょっとこれでどうかな、いけそうですか、ちょ、自動モブ脱出装置全然言えてねえすげえゆっくり言ったのに言えてねえっていうあー、まさかお前が入るとは、しかも動かねえ、お、ランタンいいね、味出るわ、さすがキャンパー、これいいね、キャンプに持ってきたいですね、このランタン全然壊れないし、これランタン確かピッケルだよね、なるほど、やっと素手でこ、ランタン消えましたああそれは今現実世界で君はランタンをぶち壊してるわけだからねよく考えてみなよそのまま取り外すとかないんすかこれマインクラフト確かにずっとぶん殴ってたからなランタン、あー、これでも動かないか、悲しみ、自動で動くってなると難しいな、やばい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 、うまうまうま、今助けてやるからな、今助けろ、助けられません、あ、いいんだ、まあ実験には犠牲はつきものだかわいそうにこうやって科学が発展していくのだ、ごめんよ、命は持って遊ばれてるのに、いや理論上これでいけるはず、いけるか、犬たぬきオメガ、これオメガ、ダセえ作品名、犬たぬきオメガ、名前ダサす、ちょペンタ見てよ、オッケーオッケー、来た、なんでだよ、なんでお前、しかも乗らねえし犬たぬきオメガまた失敗したんだけど、来るぞ、来ました、お、レッドデザート、砂漠ですね、砂漠だ、レッドデザート、おお、ついに、え、レッドデザートってメサじゃなくて、いや、赤い砂漠、あー、なるほどひらめきかと思ったが、え、メサじゃない、いや、赤い砂漠これメサじゃないんですかこれ、犬たぬきオメガベータに変えたんだけど、これオメガベータそう、斜めを横にしただけなんだけどこれだったら入ってくれるはずだ、そしてこのボタンを押した瞬間に向こうに送り込まれるというピッケルで壊せるから、おー村人来たか、ん、来た、
始まりだ、村人、お命の始まり。でも全然僕の犬たぬきオメガベータ使えなかったこいつ何もないの。こいつはこいつは無職ニートだから。無職ニートか。あの首をかしげてます。ずっと首かしげてるだけいや僕ニートだからって働いてくれ。ニートだから働いてくれ。コンポスターとか置けばいいんじゃないか。あ、そうだ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 、この時代職業ブロック、職業ブロック制度採用してんだよペンドさん。なんだそれは。あ、ごめん、チェストの中に適当に大量に入れちった。おーい、分別してんだわあれはごめんごめん、分別。その他今どこにあんの。いや、その他は今右ら辺だったら適当に入れちゃっていいよ。ここに真ん中にぶち込みまくっちった。え、じゃあこの第一村人に名前つけようぜ。名札あるの。なんか第一村人発見みたい。第一村人いや、名札はありませんけどじゃあ僕が決めていいですか。はい、もめっちゃ雨降ってきた雨降ってきた村人の気持ちが分かるぞ俺には。だから嫌な名前つけられるんだろうなって。あ、こいつ寝たな。そう思ってんだろ。まあ、あれだね。はい、ブロック1個っていうことなんで。はい、1嘘でしょ。1シンプル、シンプルすぎるんだよな。じゃあ分かった。はい、イッチイッチ、ちょっとポップになった。イッチでいこう。待って、え、どうした。え、いや、ここに誰かいる。え、誰かいる。ちょ、ペンド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 、ペンド、そこに誰かいる。ほらほら、動くんだもんこれ勝手に。なになに、そこに誰かいる。え、ウィッチじゃない、透明化してんじゃない。いけ、ペンド。どれどれどれ、こいつ。そのトロッコの上に乗ってる。あっ、ほら透明化してる。あ、お前トロッコから解放した。どっかにいるよ、ウィッチが。やばい、声が聞こえる。こっちだ。耳を、そこです。ザン、あれ、ザン、レコードザン、レコードザン。来た、殺したか。倒したかもしれない。問題です。はい、まだ出てきてないモブ選手権。イエーイ。じゃあ一人一人一つずつ行っていく感じで。いいだろう。じゃあペントから行くぞ。はい、 せーの、ダンダン、エンダーマン、ダンダン。待って待って、エンダーマン出てきてないっけ。出てきてないよ。出てきてないね。はい、じゃあタンタン。リズム、リズム。いや、違う違う、ゲームの趣旨を。終了終了した。なんか行商人って染料とか花とか、うん、ペントみたいだな。なんかろくなもん持ってねえな。つまりペントザコ。行商人と仲良くなろう。行商人、君は仲良くなれるよ。そっか、花いっぱい持ってるから。なるほどね。そんなんでよく行商人っていう仕事をやろうと思ったよ。確かに、それを生業にしようと思った。エンダーパールぐらいよこせや。なんだなんだなんだ、どうした。今普通に飲んだよ。行商人なのこれも。ん、これも行商人か。あの、なんかを飲んで勝手に透明化するから。あ、なるほどね。あ、村人2人目やった。これはでかいぞ。これ村が作れるよ。え、じゃあさ、村人に職業をつけさせようぜ。お、やるか。何する。犬たぬきさんお願いします。何さんがいい。じゃあ司書さんとか。司書さん行ってみるか。あとは道具鍛冶とか。道具鍛冶いいね。いい角度、いい角度。斜め42度。全然入ってません。あ、ここです。そこ。え、もう上げまくっちゃっていいの、うん、お、来た来た来た。あ、来たハート。ほらほら、やった。あ、いけるいけるいける。お、全部、あと14個。もう大丈夫、全部上げちゃえ。全部あげます。あ、もうね、一応取っとこう。ペンド、はい。このドアの登り方知ってる？ドアの登り方？これちょっと行くよ。はい。実演するから。こうやってやると登れんの。いや、ずるじゃん。ずるじゃないよ。これ歴とした技。壊れちゃうよ、扉のこの辺が。扉の端っこ壊れちゃう。ちょっとやってみ。違う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 。これで閉める。そう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 。そうすると村人はこっちには来れんけどみたいなのが作れる。なるほどね。ペント、もうそしたらパンあげるしかないよ。パンあげるか。あ、待って。どうした。役職ついた。よし。お。白樺爆弾。黙って上書いたのがバレた。徐々に白樺の勢力が拡大されていく。白樺の勢力をちょっとずつ増やしていく。それが我の目的なり。ペントもっとだ。おい、こいつらパン食べてありがとうもないぞ。おー、来た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 。いけんじゃないこれ。子供生まれた。子供生まれました。やった。あ、ペントが誰かに落とされた今絶対。いやいやいや
あ、ペントも仲間、ペント仲間入った。一緒に暮らしていこうね、新しいお父さんだよ。そっちには今ドアがないんで彼は抜け出すことができません、ね、なんでだよ。